対策はね、その事務所にたくさんの教科書がありましたね。届いて、まあ、そのお仕事の合間とかにちょっとペラペラペラってめくってみたんですけど、はい、教科書ってさ、もう触らないじゃん。触らないです。もう懐かしい匂いしましたもん。確かに新品のなんか紙のというか。でも阿部ちゃんすごいやっぱ勉強してくれましたね。はい、え、俺もしました。結構、あの音楽だけ一点縛りさせていただいて、で、いや、もちろん他もね、こういろいろこう見たんですけど、うん、あの山を張るっていう作戦を今立ててるんで、まあ、それがどっちに転ぶかっていう。そうだね、はい、ここ出るんじゃないかみたいな。はいはい、もうしっかり、もう絶対出る。クイズバイバイ、一問ごとにすごくドキドキさせられる番組になっております。はい、皆さんもぜひ挑戦してみて、私ならここでこのアイテム使わないとか、うん、私ならこっち答えるなとか、はい、やってみてください。私はですね、あのクイズ番組っていうのをなかなかこう出る機会というのはなくてですね、まあ、本当にめちゃめちゃ緊張しているんですけど、まあまあ自分らしくなんかこう、まあ、阿部ちゃんと共になんかいい結果が出せたらいいなと思っていますので、ぜひ、まあ、どうなったかはあのテレビでリアルタイムでぜひ見てください。よろしくお願いします。クイズバイバイ、ぜひご覧ください。